部活？違うよ。じゃあなんで？なんででしょう。なあ、50メートル競争しようぜ。私が勝ったら何でも言うこと聞いて。よーい、スタート。今日はもしも神社のお祭りと花火大会です。なあなあ、花火って横から見ると丸いと思う？平べったいと思う？花火だって丸いに決まってんじゃん。え、そうなの？今日の花火大会行くの？二人で行こうよ。もし、もしもあの時俺が出ていくの、私この街から。冗談だろ、お前ら付き合ってんの？ナズナ取られたくねえんだろお前。あの子友達少ないから。これはのりみちくんが作った世界なんだね。そんな世界あるわけねえだろ。信じるよ、私は。全部私のせいなの。ナズナ、ナズナ、のりみちくん、もしも俺が絶対ナズナに好きって言うから。ナズナは俺が取り返す。分かってる、こんなことしても無理だって。でも、でももしも、もしも、もしもお前がいなくなるとしても、今日だけは、今日だけは一緒にいたい、のりみちくんと。打ち上げ花火、下から見るか横から見るか。